ですよ。なんとスペイン語でカスタネットのことをパリージョスわかるわけね。もう一文字も合ってないんでね、わかりませんけどね。一曲目はこのねパリージョスを使って踊るそうです。エスパーニャカーニと言ってスペインの闘牛とフラメンコをイメージしたダンスだそうです。なるほど、本場の踊りを見れるんでしょうかね。はい、そして2曲目はメキシコの踊りゲレロ民族舞踊になってます。はい、はいはい、3曲目はアレグリアスです。はい、アレグリアスとはスペイン語で喜びというんですね。なるほど、はい、今日は博多どんたく港祭りを喜んでいただきます。はい、はい、アンダルシアの太陽を感じさせる力強くて明るい曲をお送りしますと。もういいですね、この曇り空をね、はい、もう吹き飛ばしていただきたい。そうなんです、スペインのね情熱で吹き飛ばしていただこうかと思っております。ステージもちょっと綺麗になりましたけど、お気をつけくださいね。あのフラメンコ、やはりね、くるっと回った時に滑ったりしないようにね。はい、みんな待って、皆さん大丈夫ですか。あのだいぶもう濡れることも気にしなくなっちゃったでしょうかね。でもね、そう、風邪だけは風邪ひかないようにね。まだゴールデンウィーク、今から5連休とかですね。そうなんですよ、そうなんですよ、ね、何かご利用のものがありましたら、あ、はい、岩田屋の方にお買い求めいただけたらなと。はい、傘なんてね、すぐに買いに行く。傘もあれば、お土産もあるし、もうね、本当素敵素敵、はい、何でもございますよ。はい、ありがとうございます。まあ、明日はね、晴れると、まあ、晴れるでしょうか。そうですね、天気予報では ね晴れの予報になっておりますので、うん、明日は締めの総踊りもありますから。そうなんです。明日はね、あのパレードが行われると。そうです、今日ちょっとね、中断になったという話も、ね、あの雨が降って中断をしてるそうですけれどもね、はい、仕方がない、お天気には勝てませんから。そうなんです、はい、はい、盛り上がってまいりましょう。はい、はい、まだまだ最後の方まで盛り上がってまいりましょう。はい、それでは続いて登場するのはアイレフラメンコの皆さんです。大きな拍手